こんにちは、賃貸の先の吉田です。本日は奈良県天理市にございますビュール、こちら1階のお部屋のご紹介となります。こちらの1階のお部屋ですね、 2LDK タイプの物件となっておりまして、今見ていただいているこちらのスペースがリビングのスペースとなります。こちらのリビング非常に広々として使い勝手が良い開放感のスペースになっているんですけども、忘れてはいけないのがこちらのポイント、収納となっております。収納は上と下に分かれたタイプになっておりますので、掃除機やちょっとした小物を直していただくのにもバッチリのスペースとなっております。続いてですね、こちらもうネタバレしちゃってるんですけども、床下収納なんかも付けさせてもらっております。床下収納ございますので、ここにお米入れていただいたり、まあ缶詰とか収納いただけたらとても便利だと思います。床下だけではなく、上にも下にも当然のように収納付けさせてもらっております。色がちょっと特徴的で、とってもおしゃれなキッチンですね。シンクも大きくて、調理場も大きいんで、かなり料理はしやすいと思います。続いて、そのリビングの隣ですね。こちら、洋室になります。こちらの洋室にも収納を付けさせてもらっておりまして、クローゼットタイプの収納になっております。コートをかけていただいたり、洋服をかけていただくのに非常に便利のいい、使い勝手のいい収納となっております。閉めたらこういう感じで、とてもおしゃれですね。ここは本当に窓がすごく大きいです。日当たりも抜群だと思います。エアコンですね。エアコンの方も新しいのを付けさせてもらっておりますよ。バッチリ使える状態ですのでご安心ください。続いて忘れてはならないセキュリティ関係のご紹介となります。モニター付きのインターホンご準備させてもらっております。こういう形で来訪者の顔がわかる仕組みになっておりますので、急な来訪者でも安心です。お隣には3箇所給湯のリモコン式給湯器のリモコンですね。こちらここでお風呂を溜めていただくこともできます。そのままではそのお風呂を見ていただきますね。こちら洗面スペースとなっております。そのお隣の洗濯機置き場ですね。続いて先ほどご紹介させてもらいました全自動湯張り付きのお風呂となります。ゆったりと入っていただけるサイズになっておりますので、大人の方でもくつろいでいただくことができると思います。こちらトイレとなっております。当然のように洋式です。綺麗ですね。それでは洋室もう一つございますので、そちらの方のご紹介をさせていただきます。こちらの洋室にも当然収納を付けさせてもらっております。こちらの収納も非常に大きくて、天井までの高さがございます。荷物を入れていただくのにも、三段ボックスを入れていただくのにも、いろいろ重宝するような大きさの収納となっております。もちろん閉めても、おしゃれです。それでは、ビュールのお部屋のご紹介の方を終了させていただきます。詳細の方は当社ホームページを参考いただければと思います。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきは皆様のお部屋探しを応援いたしております。ご視聴ありがとうございました。